放浪をする音楽家を描いた盲目の少女、ジョン・エヴァレット・ミレー作放浪は、定住する場所を持たずに各地をさすらうこと、あてもなく、さまよい歩くこと。さすらい、流浪、方向とも。関連する言葉の、不老と比較すると、放浪の定義は、より明確になる。放浪では、住みが定着しておらず移っていく点が重要であり、例えば放牧しながら、 各地を点々とする遊牧民などは、ルローの民などと呼ばれる。住む場所が定まっておらず、生計を立てるための定職もない状態でさまよい歩く行為だと、不老になる。定住地や定職といった条件を特に含めずに、単純にさまよい歩く行為は、徘徊と呼ばれる。英語圏には、ベイ、グロント、バガボンド、ローグ、トランプ、ドリフターほか、 放浪者と訳されうる単語がいくつかあるが、これらの定義は日本語の放浪と完全に一致するわけではなく、前後の文脈次第で、不老者や徘徊者を指すケースもあるため、翻訳に際しては留意が必要である。古来より遊牧民は牧畜生活のために放浪を繰り返してきた歴史がある。単に生活のためではなく、人生の意味を求めて放浪をする場合もあり、 世界宗教の多くが放浪の伝統を持っていたり、放浪に言及している。ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、イスラム神秘主義などの宗教文書に書かれているように、東、アジアや南アジアの一部の国では、歴史的に放浪が宗教生活と関連付けられてきた。一般的な例として、サドゥー、ビク、シャモン、ダルビー種の伝統がある。アジアのみならず中近東、アフリカ、 ヨーロッパでも、グノーシス主義や、ヘシカズムなどで放浪が苦行の実践として、現在も続いている。キリスト教でも、首都、パウロなどの布教活動が、放浪生活だとみなされている。各地を転々して暮らす放浪は、自治集落での定住を基本に暮らす人々にとって、異質なものに移るため、迫害の対象となることもあった。よく知られている例が、ロマに対する迫害で、 第二次大戦中には、ボライモスと呼ばれるロマ絶滅政策が、ナチス占領地域で行われていた。現在でも彼らの定住を心よく思わない、差別的な扱いがあると、アムネスティ・インターナショナルは報告している。文化面では、自らの放浪体験そのものや、各地の風情を文学作品として書き上げたり、絵画や音楽作品で表現する例が、国内外に見られる。 職業を転々としつつ住みかも貧しいキッチン宿から各地の鹿島を渡り歩く林芙美子の自助伝的な放浪記は幾度も舞台、映画、テレビドラマになっている文芸作品である。放浪を主題にした作品の主な一覧である。ありがとうございます。